はい、皆さんこんにちは。今回は、NBA の2020年、21年シーズンのアシストトップ10ランキング。ということで、自分がこう、トップ10ピックアップして選んだんで、まあ皆さんも見ながら楽しんでいただけると助かります。それではやっていきましょう。さあ、行くぞ！It's in the scorebook, and it's Schroeder. Remember, he just tweaked that ankle a moment ago. Looks good to go. Here he is. The bounce to Montrez! 第10位は最近セルティックスへの移籍が決まったデニス・シュリューダー選手のこのアシストパスです。2人を引きつけてのパス、圧巻ですね。Offensive player. Barton, no. Jokic battling. What a battle! Jokic, no! Look, my goodness! What a... 第9位はデンバーナゲッツのニコラ・ヨキッチ選手です。ここ3人に囲まれてるんですけど、ここからのノールックパス。本当にこのビッグマンなのにこの視野の広さ、圧巻ですね。Craig, the former Nugget, who was acquired from the Bucks early this season. McLemore, three pointers good. How about that pass from LeBron? 第8位はキング、レブロン・ジェームズです。彼はドライブに行くだけでも選手が本当に寄ってきますからね。そこからさばいてのこのアシストパス、そしてこのノールックでの背面パス、さすがです。レイカーズの来シーズンも楽しみですね。Good catch by Cody. LaMelo set him up. 第7位は新人王のラメロボールです。こうやってアタックすることによってビッグマンのディフェンスを引きつけて、綺麗なアシストパス。さすがです。And it's the high pick and roll defense that gives Cousins a little problem as we see Saric with another three. 第6位は知る人と知るポイントゴッド、クリス・ポールです。2人引きつけてからのノールックパス。ディフェンスがアンダーで下がっていることを確認して、ここの状況判断、さすがです。Hachimura got Williams up in the air, the behind the back pass! Konnichiwa Rui! How about that? 第5位はルイです。このノールックパス。彼が中学時代、一時期ノールックパスにハマっていたことを彷彿させるようなこのパス。さすがです。また来年の活躍にも期待ですね。The Nets forced the turnover. Harden. Oh, what a bounce for Green! James Harden! He's at another level. 第4位はブルックリンネッツのジェームズ・ハーデン選手です。この4人の間を射抜くパス。さすがです。もうこの視野の広さ、シュート力、もう何をとっても素晴らしい選手です。カパソ。Behind the back, Najee for three. Make it happen! Make that shot with that pass from Faku. 第3位はナゲッツのファクンド・カンパッソ選手です。皆さん、オリンピックでの彼の活躍でファンになった人は多いんじゃないでしょうか。彼の視野の広さ、パスのおしゃれさ、さすがですよね。本当に虜になってしまいます。Doncic, crowded by the Blazers, flips it behind his back. What a fine Hardaway Jr. That's a beautiful play. 第2位はダラス・マーヴェリックスのドンチッチ選手です。もうこのアシストパスハイライトでめちゃくちゃ流れてきますからね。皆さんも何回か目にしたことはあると思います。Irving 18 tonight on 6 of 21 from the field. Slam down off the window! John Collins put it on the highlight reel. そして第1位はアトランタホークスのトレイ・ヤングのこのアシスト。バックボードを使ったこのアリウープパス。しかもこれプレーオフでやりますからね。本当にネッツに勝ちそうだったんで、本当に鳥肌立ちましたね。そしてこの正確なパス。さすがです。はい、皆さん、トップ10アシスト、どうでしたか？まあ、今回は、まあ、自分がトップ10選んだんですけど、皆さんの中でのトップアシストも教えてください。コメント欄でお待ちしております。今回はアシストでやったんですけど、ベストハンドルだったり、まあ、ベストボールムーブメントとか、まあ、そういうのもやっていけたらいいなと思うので、まあ、皆さんまた、なんかいい案あればコメント欄でお願いします。TikTok と、まあ、Instagram もやっているので、そちらのフォローもしていただけると助かります。今回は以上になります。ありがとうございました。